この地方にも独自の歴史があるんだね。時間があれば深掘りしてみたいものだな。また悪い癖が出ているな、二人とも。これで平気だと思うんだけど。どう？それぞれ品質はかなり変えてあるよ。見た目はすごく似てるけどね。うん、私にはどれも同じに見える。さあクラウディア、当ててみて。じゃあこの順番で。それでいい？答えを言うよ。答えは、残念、外れ。一番出来の悪いのは当たってたけど、残りは逆でした。惜しかったね。やっぱり難しい。当たってたのも自信はなかったし、運が良かっただけね。いきなりじゃしょうがないよ。私だって他の人が作った薬だったら自信ないし。それでもできるようにならなきゃ。もっと目を肥やさないとダメだと思う。クラウディアならできるよ、きっと。それだけの強い思いを持ってるなら、私もできる限り協力するよ。ありがとう、ライザ。私もっと頑張ってみる。いつかクラウディアのお母さんの薬が見つかるといいな。僕には多くないので。私の方で作れそうなら作ってあげよう。こいつらなら余裕ね。ボースと戦うなんて。ライザの錬金術期待してるぜ。いっけー。よし、一匹やっつけた。あらら、楽勝だったわ。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。トリア、油断は禁物だよ。ボス、こんな戦士の足で落ちる。見せてみろ。誰に？リラさんに遅れを取らないよう全力を尽くすさ。大盤振る舞いよ。よし、一匹やっつけた。頼る、頼る。任せろ。了解、レント。当然のこと。この調子でいこう。こいつらなら余裕ね。久しぶりに行くぞ。ハイザ、リラさんと一緒なら怖いものなしよ。終わらせる。よし、一匹やっつけた。いいぞライザ。任せろライザ。念頭、期待してるよ。あいつから鍵が取れそうだな。試してみないか。デジラス、終わらせる。止めらんねえだろ。念頭、やれるね。みんな大丈夫だった？ここがいいな。まったく、わけのわからん不思議な鍵だ。あ、発見。鳥は様々な神話でも扱われる。我々にも吉兆を運ぶかもしれぬな。
ライザネーンを乗せて走るのが楽しいみたいだ。またよろしく。何が入ってるかな。工芸に使える素材はありませんか。手伝って。皆さんと過ごしていると一日が過ぎていくのが早いですね。霊獣の好物って何なんでしょう。ありがとね。果物とかあげてもいいのかな。あ、発見。これで大丈夫ですか。ワクワクするよね。いいものは見つかった。ワクワクするよね。とりゃここにしよう。あ、どうも、こんにちは。職人との挨拶は大切なんです。ただいま戻りました、アンナ。あれ、組合長代理、一体いつお戻りになったんですか。ライザさんのおかげでたった今です。久しぶり、アンナさん。いつの間に。今度は錬金術で快速船でも作られたのですか。まあ似たようなものかな。アルベルタとサベリオから現状の報告を聞きたいのですが、町にいますか。あ、それならちょうどよかったです。お二人ともランベルティ家の工房に。接合の滑らかさは問題ない。濃度の調整をもう少し試してみたいところだな。うまく使えれば透明度の違いも演出に利用できそうだ。しかし肝心の溶剤がな。ん？組合長代理、錬金術師殿も。急な里帰りとはどうしたんだ。そうか、錬金術師殿の御用で。伝承に伝え聞く
イニシエの錬金術師についてか。はい、かなり重要な人物のようなので、ぜひ調べさせてもらいたいんです。助けになりたいが、その手の古い事柄は信仰のガラス細工派だと何もわからないな。それではアルベルタは自派で調査を、サベリオはランベルティー家の蔵を探ってみてください。役に立てるのは嬉しいが、技こそ宝の交渉としてはあけすけすぎるんじゃないか。融和の試みと研究を邪魔されないと分かった今は閉ざす理由もありませんよ。なるほど、そういうことであれば拝見させていただこう。では蔵はサベリオに任せるとして、融和といえば問題が一つ発生してしまった。さらなる高みを目指して探求を続けていたのだが、デュエット溶剤の効能に限界が来てな。限界？濃度が足りず、あまりに繊細な加工では効果を発揮しきれないことが分かったんだ。ほう、あれでは不足と。いや、錬金術師殿の実力を軽んじるつもりはないが。分かってますよ。でも濃度不足か、どうしよう。ライザさん、一つ厚かましいお願いをしてもいいでしょうか。もちろんいいよ、乗りかかった船だし。何より仲間が困ってるんだから助けないとね。ドーレに来る前にいろいろあったんですよね。うん、魔石派とガラス派と、まあ話すと長くなるかな。アトリエに着いたら詳しい経緯を説明するね。なるほど、デュエット溶剤ですか。光の種のように街で重宝されているわけですね。ライザ、お主の調合でその溶剤とやらを濃縮することはできんのか。もともと限界まで純度を高めるように調合してるから、これ以上は難しいかな。こういう場合はより濃度の高い原液を探した方が早いだろうな。ならば、その原液を採取した場所にもう一度向かってみるか。改めて調べれば、より濃度の高い原液が見つかるかもしれんぞ。あの皆さん、本来の目的の方は。まあまあ、仲間だから助けるし、助けられる、で行こうよ。そういうことじゃ。人に頼ることは悪いことではない。滞在理由を決めたライザがいいって言うなら、僕らが反対する理由はないしね。俺も反対する気はないが、研究は放っておいていいのか。突き詰めて取り組みすぎると視野が狭くなるからね。適度に別のことをしないと頭が固まっちゃうよ。まあ言い分自体は最もに聞こえるな。我々が蔵を調べても詳しいことは分からんじゃろ。適材適所じゃ。それにこの地の深山がいかなるものか興味はあるしの。フェデリーカのためにも頑張りましょう。何を探すか知らないけど俺に任せとけよ。お願いします。なんだ、いつもと違うな。もっと慎重にとか言わないのか。そうそう、いつも通りでいいのよ、フェデリーカ。
皆さんよろしくお願いします。ディアンも無鉄砲に突っ走らないように。ああ、それじゃ出発しよう。ライザさん、少しならいいですけど無限に採掘はしないでくださいね。果たして何が見つかるかな。おいおい、目的を忘れるなよ。濃度の高い原液を探すんだよね。前回調べた滝まで行ってみよう。